こんにちは、デザインペインターの大浦幸子です。バルペイントをテクニカル講習で使ったコテがこちらの大きいコテで、普段使っているのがこれなんですよ。まあ、表から見たらそんなに違いはないかもしれないですけど、持ってみるとですね、持ち手が全然違うという。こっちはもう片手持って軽々塗れるんですけど、大きいんですよね。で、重たいんですよ持ち手が。やっぱり外国サイズですかね、これもね。だからこう持ってもよう動かせなくって、教わったのはここを持つように言われたんですよね。ここじゃなくてここをつまむと。で、この親指を使ってこう返して、乗せて返して、乗せて、これをここをつまんでやるようにって言われたんですけど、それでも大きいのでなかなかこのコテを操ることができなかったんですね。いやー、勉強になりました。これを使って、はい、これは、メテオレ10セメントです。これも筋なので、まあ動かしたり乗せて乗せて動かしたりで、たまにはシャーッとシャーッとしたりするんですけど、まあ重いで、これ私はボードで、ボードの参考に使いたいと思って講習に行ったんですけど、参加している職人さん方は、まあ、これを使ってもうその何平米とデザインしていくんだから、まあ本当に、いや、すごいって、もうかっこよかったですそんなバルペイントのお話をまたしたいなと思います。お付き合いください。ありがとうございました。